はい、これで一番表現が難しかったカーブの線が引けましたね。あとは、この部分と、この部分と、この部分を実線で結んでいきましょう。この点から、ここまで。この点から、ここ。この点から、ここ。OK ですね。最後は穴の部分を作成します。垂直に線を引いて、穴の直径は 20mm ですので、半径 10mm ということでですね、こっからここまでの幅を 10mm にしましょう。OK ですね。こことここの線はいらないので、トリムで切っちゃいましょう。こう、クリック。ここをクリックして、線を切りますね。はい、これでスケッチを終了です。最後は、回転させながらスケッチを押し出していくというコマンドを使いまして、歯ブラシ立ての形状を作っていきます。回転をクリックして、この面をクリック。そして、回転させたい軸を選んで、これで OK ですね。そうすると、このように、写真の歯ブラシに非常に近い形状を作ることができますね。写真もいらないんで消しましょうかね。このキャンパスのところのお目目の部分をクリックして写真を消します。こっちの面の方が広くなったんで、こっちの面を底面にしましょうかね。せっかくなんで色変えておきましょうか。ドキュメントの設定を右クリックして、外観をクリック。ペイントをクリックして、パウダーコード滑らか。そしてパウダーコード白をドラッグ&ドロップしましょう。これで白になりましたね。あと角を丸めていきたいと思います。フィレットで、こことここを丸めます。半径 10mm くらいにしようかな。これで OK ですね。上の部分も丸めておきましょう。フィレットで、ここは 2.5mm くらいにしようかな。ちょっとやりすぎかな。2mm くらいにしましょうね。OK。この部分の角は 4mm くらいにしましょうかね。これで OK。下の部分は地面に置く部分ですので、できるだけ平面をたくさん取りたいので、フィレットをクリックして、こことここの部分はちょっと少なめの半径 0.5 で丸めましょう。これで OK。はい、これで歯ブラシ立てができましたね。広くして、3D プリンターで作りたいので、ファイルを押して、3D プリントを押して、リファイメントがこうになっていることを確認して、3D プリントユーティリティに送信のチェックを外して、モデルをクリックして、OK をクリック。STL ファイルを保存しましょう。これで準備 OK ですね。それでは 3D プリンターで作っていきたいと思います。完成しました。これが無印良品の歯ブラシ立て。そして、これが Fusion360 と 3D プリンターで作った歯ブラシ立てです。素晴らしい。完全一致ですね。形もほとんど同じじゃないでしょうか。いい感じですね。早速、並べてみたいと思います。3D プリンターで作った歯ブラシ立てを置いて、子供用の歯ブラシをセット。完璧ですね。かなり統一感があっていいんじゃないでしょうか。はい、どうもありがとうございました。今日は Fusion360 で無印良品の歯ブラシ立ての穴を大きくしたものを設計デザインして 3D プリンターで作ってみました。今までは子供用の歯ブラシは入らなかったのですが、3D プリンターで作り直して見事入るようになりました。よろしければチャンネル登録をお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。どうもありがとうございました。バイバイ。